一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。いいじゃねえか。俺かっこいいな。だろ。グラディオは絵になるからずるいな。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。はあ、俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。
見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわっ！おー、やった、すっげえ。さすが。まだだ。え、うわっ。さあ、こっからだぜ。よっ、よっ。ノクトは？それなり。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。わかった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ！うわ、やっば！でっか！あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。これでなんとか。当たり前だろ。おしまい。これ。行こうぜ。ああ、
よし、着いた。待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。ああ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあその時はレガリアに貸して。おお、あ、いや、待って、それやっぱダメだ。王子帰ったら俺、車考える。行こうよ。ああ。ああ。ジャケット脱いだらどうだ。
蒸し暑いな。そうだな。ノクト、なんか指示ある？適当に頼む。わかんねえよ。油断はするな。ノクト、敵の後ろを狙え。ノクト、ああいう攻撃はパリーして反撃のチャンスを作れ。大丈夫だ。うりゃエグミス、指示新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。あ、蒸し暑いな。だな。
どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。腕が鳴るぜ。突っ走るときは一人で。いちいち水差すんじゃねえ。じゃあな。さっよ。はっ。と。だっ。グラディオ。当たり前だろ。と、全員無事だな。先行こうぜ。そりゃ。さて、どうする？正面突破。後ろは任せた。戦い慣れてきた。まあな。力がついてきたじゃないか、ノクト。バランスのいい召喚か？野菜を残さなくて。その調子だ、ノクト。うおりゃ！つるよ！行こうぜ。うん。今日はここまでにしたらどうだ。今日は野宿ってことで。
お、いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。夜になれば死骸が出るのがここでは普通のことなんだな。うん、当たり前みてえに出てきやがる。俺あいつらはやっぱダメだわ。王都は安全なんだね。夜中出歩き放題、買い物し放題。謳歌してるよなお前らは。この辺で寝たら確実に食われるね。結構死にかけるぞ。食われないよう気をつけてくれ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられない。1分でいけるか。1分もいらねえって。先を急ごう。ああ。よし、着いた。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。さて、仕切り直しだ。
よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから、車はそのままでいいよ。アンドラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。準備はできているか？あ、ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。みんな店行こう。ああ、
そうだ。いつもトムです。また来てください。あ、準備はできているか。あ、行こうか。そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。はあ、あ、何それ、テレ。はあ、海、海見えた。あ、マジだ。ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろ、なんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。楽しみだな。ノクト、
薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。よし。